宮崎周一2月6日から1969年10月16日は昭和期の日本の陸軍軍人。最終階級は陸軍中将。陛下は不評。長野県下稲国飯田町出身。警察官宮崎岩太郎の長男として生まれる。豊橋中学校を経て、1916年5月陸軍士官学校を卒業。同年12月。 不評少位に任官し不評第17連帯付となる。陸士予格隊長などを経て、1927年12月、陸軍大学校を卒業し不評第17連帯中隊長に就任。1929年2月、参謀本部付勤務となり、参謀本部員に移動。1931年8月、不評少佐に昇進。1 9 3二年八月、 陸大教官となり、5年以上も選手教官を担当した。1935年8月、不評中佐に進級し、1937年8月から翌年1月まで欧州に出張。1938年3月、不評大佐に昇進し、同年6月、日中戦争では陸大教官から第11軍作戦参謀として出征。 1939年10月、不評、第26連隊長に就任し、1940年10月、陸大教官に復帰、1941年8月、陸軍少将に進級した。太平洋戦争開戦後は、ガダルカナル島の戦いにおける、川口支隊の総攻撃失敗後の1942年10月6日、第17軍参謀長に就く。 第2師団の総攻撃直前に右翼隊長川口少将が攻撃一最高を願い出たのは宮崎参謀長がラバウルより送ったルンガ飛行場の航空写真が影響している。その後ガトに進出、作戦指導を行い最後は玉砕を主張するも百武春吉第17軍司令官は撤退を決定する。1943年5月11日。 参謀本部第四部長として内地に戻り、ついで同年8月25日、陸大幹事に就任。1944年8月25日、第六方面軍参謀長として、観光に赴任。1944年10月、陸軍中将に進み、同年12月14日、帝国陸軍最後の参謀本部第一部長に就任する。 第一部長に就任した宮崎部長はすぐさま、戦線視察に立ち、マニラでは、早一号作戦失敗を確認し本土、決戦準備に入ることを決意する。宮崎部長指導の元本土決戦に必要な兵力を参謀本部が見積もったところ、50個師団という驚くべき数になり、陸軍省軍務局との間で論争が起こったが、最終的には3回の大動員で団四44個。 旅団16個、戦車旅団6個と合わせて150万人の動員を実行することになった。この宮崎部長の本土決戦主義は沖縄作戦にも影響し、第9師団の台湾抽出後代わりに沖縄へ重当される予定であった姫路第84師団の派遣を船舶輸送の不安定を理由に独断で中止してしまい、戦後沖縄の現地軍を見捨てたと批判されることになる。 戦後は1945年9月2日、東京湾に停泊するアメリカ戦艦ミズーリ号の艦上で行われた幸福文書調印式に日本側全県代表団として参加。同年11月、史実部長に就任し、翌月、予備役に編入。1945年12月から1946年12月まで第一副院長史実部長を務めた。 幸福文書調印式に出席する宮崎、ありがとうございます。